脇の匂いはレモンの匂いということですね。どうもかもです。今回なんですけども、皆さんこれから出るシューティングモバイルゲーム、だからまあ流行るシューティングモバイルゲームですね、気にならないですか？まあこの前さ、 Apex Mobile がもうね、ずーっと流行る流行る言われてやっと出たわけなんですけども、残念ながらって感じでしたよね。これは決して Apex Mobile の先行版に呼ばれなかったから嫌ってるとかっていうわけではなくて、まあっていう風な感じだったじゃないですか、 Apex Mobile は。ですがこれからですね、 BF Mobile とか Valorant Mobile とか、あと Warzone Mobile とか、いろんなゲーム、いろんなモバイルゲームっていうのがどんどん出てくるわけなんですよ。そこでですね、TapTap っていう中国製のですね、このアプリがあるんですが、これを使うことによってですね、Warzone Mobile とかのベータ版を遊ぶことができるんですよね。そこで今回はもうすでにベータ版のプレイ映像が出てる Warzone Mobile、BF Mobile、Valorant Mobile、この3つのアプリっていうのを、まあ正式版が出たら流行るんだろうな、まあ流行らないなこのゲームはっていうのを評価していこうかなと思ってます。早速やっていきましょうか。ラッツゴー。それとね、言い忘れてたんですが、いやいや、亀さん、その意見は違うと思うね。いやいや、亀さん、そこはね、ちょっと間違ってると思うわ。っていうような感じのコメントとか意見があれば、ぜひコメント欄の方でよろしくお願いします。早速一つ目なんですが、Warzone Mobile ですね。一応この映像に関しては、ベータ版のものとなっていますんで、そこら辺ですね、注意して見ていただければ幸いです。で、俺ね、まずもう結論言っちゃいましょう。俺は、はっきり言って、流行んないと思ってる。まあ、7割の確率で俺は流行らないと思ってます。その結論にも当然理由がありまして、一つ目はね、そもそもバトルロワイヤルっていうもの自体がもう無理だと思うんですよね。フォートナイトっていうそのバトルロワイヤルと建築、Apex っていうバトルロワイヤルとキャラクター要素を、合わせたゲーム。だからオリジナルバトルロワイヤルじゃないですか。で、まあそこでさ、これから、まあ例えばですよ、宇宙とバトルロワイヤルを合わせてみようっていうのをやっても絶対に無理だと思うし、バトルロワイヤルっていうもの自体が絡んでる時点でもう無理なんですよね。まあそのもっと分かりやすく言ったら、まあ、オープンワールドと FPS を合わせてみましたっていうね。まあ、ちょっと新しいコンテンツのその COD だったら流行ると思うんですけれども、もうさ、しかもこれって、PC 版と同じなんですよね。PC 版、その本家にある COD Warzone と一緒です。本家の方には、留置所っていうね、一度このバトルロワイヤルで死んだら、留置所っていうところの、その怠慢場にぶち込まれるんですよね。で、そこのその死んだやつ、そのバトルロワイヤルのその戦場で倒されたやつ同士が怠慢をして、勝ったら生き返るっていう要素があるんですけども、まあ、Warzone Mobile にもあるんですよ。そして、Warzone Mobile も、あと COD 本家の方も、150人対戦なんですよ。なので、オリジナル要素が全くないんですよね。オリジナル要素がなかったら、じゃあ別に COD Warzone 本家の方やったらよくねみたいな。なんかその PS4 とか PS5 とか、あとその PC を買って Warzone Mobile を結局やればよくねっていう風な感じになるんで、まあ簡単に言うたら、ただ単純に本家の介護官になってるだけなんですよ。COD Warzone Mobile って。確かにね、本家と違って、モバイルってこういうモードとかこういう武器とかがあるんやっていう風になったら、まあ多少はですね、その本家から人が流れてくるかもしれないんですが、全く同じっていうんやったら、いやいや別に俺は PS4 で本家やるんで、みたいな感じになるからさ。Apex Mobile の時と同様に、いや、俺は荒野行動に残っとくわ。いや、俺は PUBC でいいかな。いや、俺は COD モバイルやり続けておきますわ。みたいな感じに、絶対に分散するだけ。まあ少なからずはいると思うよ、Warzoneやる人も。でも、Apex Mobile の時と同じに、そのプレイヤーもばらけるし、多分実況者もね、なんかその、まあ名前は出さないんですけども、COD 実況者がその Apex Mobile に行ったり、逆に行かない実況者がいたり、みたいな感じに分散するんじゃないかなと思ってます。ちなみにですね、まあこれちょっとした情報なんですけれども、COD モバイル、だからその元々あるバトルロワイヤルがなくなるか、削除されるかっつったら、なくならないらしいですね。これに関しては、運営が直々にアナウンスしてたっていうのもあるし、そもそもその開発元がね、違うんで、2つのこのゲーム。なんでね、まあその、元々あったバトルロワイヤルが削除されるとかっていう心配はいりません。それでは2つ目、来ましたね。BF モバイルです。はじめに言っておきます。俺は流行ると思ってる。グラフィックは、まあまあベータ版なんで、まあ許せる、まあ許容範囲。Apex モバイルの方が広かった。で、これっすよ。これなんだよな。そう、BF 名物。CO モバイルにもあります。なんとですね、こんなシューティングゲームありますか？ PUBG モバイル、荒野行動、壁爆破できますか？しかもですね、大体のオブジェクト、これちょっとおかしいけど挙動が、まあベータ版なんでね、今日、はい。ほら、こんな感じに、まあ、全てのですね、この木だったり、あと建物、マンション、クソガキのメンタル。全部ロケランとか CO で爆発することができるんですよね。わかる。ラグとかね、そのバグの心配もあると思うんですけれども、今これね、そのスマホでやってるそのベータ版のプレイ映像で、まあグラフィックもほら、こんな感じに木の影とかすごいじゃないですか。でも、核ついてないんですよ。そしてですね、もう一つ流行ると思う理由がありまして、この前にも言ったんですが、皆さん、流行るゲームの共通点って知っていますか？原神、Apex、マインクラフト、モンストとかね、この全てのゲームの共通点って、ライト層を取り込めているかなんですよね。原神とかモンストとかって、スマホでも遊べるじゃないですか。そうなんですよ。だから、気軽に、俺スマホでもやってるよ、っていう人たちにもハマってもらえるっていうゲームが覇権を取ったり流行ったりするんですよね。この映像はベータ版のものなので、正式版が出たらね、またその、仕様とかが変わったりすると思うんですけれども、今見てみた感じね、複雑なボタンっていうのがないんですよね。というと、PUBG とか荒野行動みたいな感じに D インボタンっていうのがない。あとその Apex Mobile みたいな感じにバニホとかっていう複雑なキャラコンだったり、あとボタン数が多くないっていうのが、俺すごくライト層に受けると思うんですよね。キャラコンのボタンに関しても、しゃがみボタンと、あとジャンプボタンしかないんですよ。そういった意味では、スマホとか、あとライトユーザーにかなりですね、遊んでもらえるゲームなんじゃないかなと思ってます。もうこんな iPad ゲーや。もう iPhone 絶対無理やって。もう iPhone 絶対もうキルレ 0.0001 しかねえわ、みたいな感じのことが発生しないと思いますんで、iPad でも、スマホ勢でもですね、楽しめるんじゃないかなと思ってます。だから多分 COD モバイルとね、見てみた感じ、同じぐらいの、操作感、単純な、簡単な操作感なんじゃないかなと思ってます。あまりバトルフィールドというゲームを知らない方のために説明するんですが、このゲームは超大人数で、ドミネーションをしよう的な感じのゲームですね。だから60人と60人でドミネーションをしてみましたみたいな。マップを見てください。こんな感じにマップに映ってるだけでも味方っていうのがもう10人とか9人とかね、あと8人とかいるわけなんですよ。で、その敵にもなんかその敵の数30、こっちの数も30みたいな感じに戦車とかね、あと戦闘ヘリとかね、あとバギーとかを使ってもう大戦争、もうお祭りだーみたいな感じの FPS っていうのができるわけなんですよね。やはりね、今更 COD モバイルみたいな感じに5対5のゲームとか Apex モバイルとか荒野行動みたいな感じにバトルロワイヤルのスマホゲーっていうのを出しても、多分またそれイストリゲームをするだけなんですよね。なんでその BF モバイルみたいな感じに超大人数で対戦みたいな、そういうスマホゲーム、シューティングゲームがないんで、このゲームっていうのはかなり期待できるんじゃないかなと思ってます。それはついて、バロラントモバイルですね。結構ね、これそのツイッターでそのみんなの意見を聞いてたら、いや絶対流行るよ、亀さんみたいな感じのこと言われたんですけども、俺は確かにガチ勢とか、競技新勢とかにはめちゃめちゃウケると思います。だから、大会とかね、そういった面では、すごいですね、激アツなゲームとはなるんですけれども、おそらくね、このゲーム、ライト層を取り込めないと思うんですよね。その理由の一つ目なんですけれども、まずね、ボタン数がめちゃめちゃ多いんですよね。これ今、スマホの画像なんですけれども、皆さん、ちょっとボタンの数に注目してみてください。キャラコンのボタンでもすでに3つあるんですよね。多分これ、足音を消すボタンだとは思うんですけれども、でね、俺、もう一つ思うのが、スキルのボタンがかなり多いんですよね。スキルのボタンだけでも4つあるし、それに加えてそのキャラコンのボタンだったり iPad の4本でも結構きついボタンの量だと思うんですよ。それだけではなくてですね、このような感じにスキルを発動した時にこんな感じにね、ほら、右に放つか左に放つかみたいな感じのボタンも出ますんで、とてつもないボタンの数になるんじゃないかなと思ってますね。そしてもう一つのライト層に厳しいと思う理由なんですが、バロラントって頭に当てる技術、だからヘッドショットっていうのがすごく重要視されるんですよね。COD モバイルだったり、あと、Apex モバイルとかって、頭に当たればね、あ、たまたまヘッションになった、ラッキーみたいな感じの感覚なんですが、バロラントっていうのはもうね、あえてその頭を狙ったりとかね、あえてそのヘッドショットを狙って、一発切るみたいな感じのことを、そういうエイムのね、技術の高さとかが必要とされますんで、FPS 初心者だったり、あとその iPhone 勢とかっていうのは厳しいんじゃないかなと思ってます。どうしてもね、iPad の方がその敵が大きく見えたりね、あとはエイムがしやすかったりっていう問題がありますんで、そこら辺が少し気になるところですよね。それでは最後なんですが、これはね、PC 版のバロラント、だから本家の方でも重要視されてる問題みたいなんですが、試合時間がすごく長いらしいんですよね。ちょっとね、こういう、とあるサイトの、その、平均の試合の長さみたいなことを、まとめてるサイトがありましてですね、まず、デスマッチが9分7秒。COD モバイルでも全然ありますよね。てか、COD モバイルでいうドミネーションぐらいの時間の長さ。で、アンレートっていうのが平均で34分らしいんですよ。やばくないですか？ね。で、そして、コンペティティブっていうモードが36分平均で、となるとですよ。こんなん休み時間にできますか？多分無理だと思うんですよね。もう休み時間っていうかね、もう授業行っちゃってるわみたいな、もう次の授業行っちゃってるわみたいな感じでですね、授業中にもサボってやることもできないぐらいの試合時間の長さなんですよ。といったような感じに iPad でね、もうなんか6本指5本指でやってもガチガチの競技申請です、スクリームやってますみたいな感じの人だったら結構ハマるとは思うし、あと大会もすごく盛り上がるとは思うんですけれども、やはりそのライト層には厳しいゲームになってくるんじゃないかなと思ってますね。てな感じでどうなったでしょうか。まあ尺の問題とかがありますんで、まだね、ちょっとここ喋りたかってんけど、まあちょっと尺の問題で、まあまあいいかみたいな感じのところもあるんですけれども、まあぜひぜひですね、皆さん、コメント欄で、いや、カメさんそこは違うと思うね。いや、カメさんここはこうだと思いますよ。っていうところがあれば、ぜひぜひですね、コメント欄の方でよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。